はい、今日はですね、ラーメンじゃないですよ。淡路島牛乳クリームサンドを買ってみました。なんかレトロなね、この包み紙、素朴な佇まいということで、しかしこれはね、カロリーが高い、542キロカロリーでございます。カレーパンがね、かなりカロリー高いと思ったんですけども、こっちの方がね、高いですね。昨日これがね、スーパーでね、78円かな、オイシスってところから出てます。オイシスってなんか聞いたことありますね、うん、で、後ろに成分表が書いてますね、見てみると卵、乳、小麦、大豆で作られてるみたいですね、なるほどね、アレルギーがあるかないかみたいな、これ見てチェックするわけですね、うん、じゃあ早速いただいてみます。このね、牛のイラストがとっても可愛らしい。まあこういう風な感じですね。じゃあいただきます。実は私ね、今ね、中耳炎の一種で、こっちが痛いんですよ。噛むと痛いんですよね。耳たぶを引っ張ったりするとすごい痛いんですよ。で、この中耳炎っていうのはいろんなのがあるんですけど、私の場合は中道耳炎っていうのかな、うん、あの、要するに耳の穴の中に中道っていうのがあるんですけども、そこにおできができてるんですよね。だからそれをお医者さんに行って膿を取ってもらうか、それともこのまま軟膏を塗って痛みに耐えてね、やり過ごすかなんですけども、まあほっときゃ治ると思うんで、今はとりあえず痛みのピークなんですけども、あと 2,3 日はこうやってね、物を噛むたんびに痛いんで、あんまり食品レビューできないですね、うん、これあれですかね、一風堂ラーメンを食べ過ぎるとこうなるんですかね。もう分かんないですけど、こうやって痛いと痛い痛いダイエットになるかもしれないです。バクバク食べられないんでね、うん、うん、ということで、なんとね、パンのレビューができませんでした。痛くって、そして味がよく分かりません。痛みの方が気になって、皆さんやっぱね、美味しく食べようと思ったら健康が一番ということですね。いってらっしゃい。